かな。ヤッホーヤッホーヤッホー。あ、こっちの方が明るいね。ヤッホーホー。ありがとう。三が日今日で終わりだね。みんな何してましたか？ニコプありがとう。一番ブラッチーありがとうございます。大工さん、大将さん、お、走り終わったの？すごいね、おめでとう。え、走り切ったということ？おめでとう。コシさん、ユッキーさん、ノブシアン、虹色さん、カンちゃん、マサッピーさん、 M 大文字のマサさん、虹色さん、カンちゃん、スエさん、鼻風の、あ、昨日より全然あの鼻が通るようになりました。よかったやん、なりました。皆さん、フジモンさん、アマトーさん、ありがとう。カラバウタコありがとうございます。マサさんありがとう。あ、そうだ、支援ゲージ、はー、花火上がってくれてたのにと思って昨日も忘れてて、ごめんね、もう支援ゲージ忘れてた。ちょっとまた直しときます。ハロさん、HK さんありがとう。ワンダーさん、ひらがなのキラさん、うーん、おがくさん、スイカさん、ローマ字のマサさん、あさみさん、ありがとうございます。黒豆の煮物が好きで、え、うん、コロボ、私も大好き黒豆、よく食べてる。お正月になったら食べてたの？あ、ありがとう。なんかもろた。のぶちゃん100キラ、ありがとう。まみちゃん、みひろさん、じいさんありがとう。まさっぴーさん、ゆっきーさん、ありがとう、ギフト。犬猫さん、ときびたさん、しんいちさん、べくぽわさん、ザキさん、ドナルドさん、バンセイさん、ポップマスターさん、いなっちさん、ありがとう。あきやん、ポリコ、ボリコさん、ボリコさん、ありがとうございます。大将さん、マラソン後の食欲、え、私はマラソン中がすごかった。大将さん、もうあるところあるところでさ、その水分補給とかさせてもらえるじゃん。もうあそこでもう絶対何か食べてた、マラソンの時。足は棒になるよね。お疲れ様。リュウ、新一、ノブーさん、ありがとう。ピリコロ、ありがとう。あさみさん、お、新しいやつありがとうございます。フーガネットさん、ありがとう。新一さん、あきよめん、ありがとう。ダーシャハさん、大文字のテストさん、ありがとう。しんいちさん、HK さん、ギフトありがとう。大文字のテストさん、野菜止めさん、来た、年賀状来た、よかっちゃ、大事にします。だって来ましたか、みんな来ましたかね。なんか昨日ちょこちょこまだ来てないってね、あの言ってた方いたけど、年賀状届いたかな。ムラピーさん、モッチさん、アミグマさん、ありがとう。マミちゃん、ありがとう、ギフト。アサミさん、ダイクーさん、ヒロシさん、桜井翔さん、道秀さん、ありがとう。ヘアピン、そやで、犬猫さん、見てこのヘアピン、おニューヘアピン、おニューヘアピンです。可愛くない？ジョースターさん、
まゆまゆさん、ライデンさんありがとう。まみちゃん、あきおみありがとう。ブレイブさん、おさぴーさん、ワイドットKさん、たけさん、うさぎさんありがとう。しんいち、まみちゃん、かのうさんギフトありがとう。ワンダーさん、あきおめ大将さん、フルありがとうございます。え、早っ、4時間11分めっちゃ早いね。すごいね、4時間来たで、みほちゃん。へえ、お疲れ様、よしんこおめでとう。そうなのね。のぶしゃん、 M 大文字のまささん、 G さん、ギフト、あけおめありがとう。しんいちもありがとう、ありがとう、ありがとう。みちひでさん、なおきさんありがとう。よんいちさん、すいかさんギフトありがとうございます。ししまるさん、カタカナのさいさんありがとう。のぶしゃありがとう。ホットティーみたいな、ホットココアありがとうございます。かずちんさん、じょうしたさん、即答店さん、えゆぐれなさんありがとう。すいかさん、ふるありがとう。新年は神社やお寺などに行く機会が多いので気持ちがシャキッとしますね。そうなの、私もね、そろそろ画伯との休みでね、画伯お休みで一緒に行けそうなので、初詣に運命のおみくじ引いていきたいと思います。もうちょっとで。そうなの、ダッチャーさん、猫パンチさんありがとう。 G さんありがとうございます。なんかもらった。おかきさんもありがとう。バラ、道秀さん届いた？陽気ありがとう。ストリートくんありがとうございますえ、そんな人おるん？画伯クイズに備えて過去の作品を鑑賞して復習してた？あるよ、画伯クイズ見せてあげようか。新年画伯クイズを。のぶしゃん、フルありがとう。のぶしゃん、ノアさんいらっしゃい。おかきさん、こんばんありがとう。あら、ワンダーさん、鏡餅ありがとうございます。もこもこパジャマ、そうよ、これね、これ私が母の日かなんかで揚げたパジャマなんですけど、もう私がパクって着ちゃってるという、このもこもこパジャマ、かわいいし、もこもこ、これいいわ、とても母のなんですが。ワンダーさん、鏡餅ありがとう。鏡餅、本当パパ、お人形さんみたいに見える。そう、本当。コロボありがとう。じいじ、村ピーさん、スエさんありがとう、ギフト。ジュンレベル45さん、サノピアノさん、ピンさんありがとうございます。トゲありがとうございます。トゲ、どれどれどれ、今夜も、今日はね、フライかな、カキフライ、あ、じゃなくて、なんか野菜フライとか、なんかいろんなフライを、猫の鳴き声するね、きなこ、同族が呼んどるよ。なんか外から猫が鳴きよる。フライを食べました。ユッキーさん、結婚してありがとう。スエさん、フルありがとう。フリーレン、漫画と花札に夢中です。花札しよるん、いいな。私は家族麻雀したよ、今日も。さっきまでね、してたのよ、家族麻雀。本当にここでしてた、しかも。ローマ字の石さん、ちょっと良くなってきたよ、風も。おかきさん、桜タイガーさんありがとう。メリーさん、ヤマさんありがとう。ローマ字の石さん、かわいい。スエさん、あけおめありがとう。
ちょっとさ、お供があったかいやつだから先飲んでいいですか？先にね。はい、今日のお供はこっちから見せた方がいいか。じゃじゃーん、今日のお供はに見せかけた小豆茶絶対おチョコで飲まんでいいやつもさ、ミルクティーをグラスで飲んだから、今日はあずき茶をおチョコで飲もうかと思って。はい、ではお泊まる方一緒に明けおめ乾杯デリシャス。これ前飲んだっけ、あずき茶って。これ美味しいんだよ、めっちゃ。最近我が家で飲んでおります、このあずき茶お酒かと思ったやろ、今あずき茶や、あずき茶でした。きなこいさん、フリーレンと、あ、フリーレンももう始まるというか新しいやつかな、見たいな。アントワーヌさん、何映画見てきたの？ピルクル、ありがとう、ギフトありがとうございます。レッツさん、ストンコさん、ありがとう。ヤマさん、かわいい、ありがとう。キーちゃん、キーちゃん、キーちゃん、ひとみさん、あ、届きました、ひとみさん、よかったです、年賀状。土屋さん、ヤスプッチンさん、竹蔵さん、ミュージックショップさん、そのみさん、スカイゲートさん、 MK しんじさん、大文字カズさん、ありがとう。あら、おばばか、今年も好きだよ、クマ、ありがとう。ししまるさん、ありがとうございます。むねたかさん、ありがとう、ギフト。ようちゃん、かわいいよね、これ。かわいいと思って買ったんだけど、ちょっと付き方合ってるかな。イヤピンつけてみましたのびしゃん、ありがとう。今日はヘアピンです。ゆっきーさん、あけおめありがとう。たーくん N164 さん、ありがとう。お、ブラッチありがとう。マフラークマ、ひなほちゃん、花開通おめでとうありがとう。花開通しました。今日はずっと割と開通してた気がする。やばい、これちょっと飲むごとに入れんといかん。これおっきいさん、いらっしゃい。お正月、あ、きなこ食べましたよ。お正月にあのたまにしかあげないスペシャルメニュー、あのシラウオってやつがあってね、ちょっとリッチなおやつをあげてます。最近買いに行きまして、画伯と。ペガサスさん、神岡アンデさん、ギフトありがとう。ミーシャンさん、ありがとう。あ、いいな、まめちゃん見てきたの、スパイファミリー。いいな、どうやった。お、ひろくん、そうです、もこもこです、100キロありがとう。まーちゃん、ローマ字のゆっきーさん、お、ホットホットココア、ありがとうございます。もしろさん、いらっしゃい。さく
太ってさん、フルそうやで、今日はモフモフやで。え、ローマ人の皆さん、明日からお仕事なの？そうなんだ。え、明日からお仕事の方って多いのかな。ファイトー。あ、どうだろう、クロボ、おばあちゃんも黒豆は作ってくれてるかもしれない。そうなのよ、出て作るんだろうね、黒豆って。秀幸さん届きましたか、よかった。まーちゃん、とことこさん、 N164 さん、ロッピーさん、あきおみギフトありがとう、ゆっきーさん、ふるありがとう。うん、雪だるま作ろう、ドアを開けて。はい、まーちゃん、ふるありがとうございます。月が出た出た、月が出たこりゃ。はい、リアルエムリーダさん、天月さんありがとう。マサさん、100キラありがとう。風ね、良くなってきたよ、本当にご心配おかけしました。まやちゃん、もうちょっといる。愛媛、頭に何かついてる、ヘアピンです。野良犬さん、大勝さんありがとう。白夜さん、いらっしゃい。川崎さん、明けおみありがとう。あ、明けおみありがとうね。ゆっきーさんありがとう、似合うかい。あー、待って、コメントいっぱい消えとります。ごえもんさん、漢字のあおさん、ねこっちさんありがとう。たーさん、ありがとうございます。ナスキーさん、はじめまして。麻雀の戦績はどうですかって言ってる。これ家族麻雀してたよって言った時の話かな、リーグ戦とかの話かな。今年はいっぱい出たいなって思っております。往来戦もね。ちょっと待って、ヨッピーさん、かわいい、ありがとう。ボーダーさん、いらっしゃい。年賀状に書いてあったタツだけど、画伯作。年賀状に書いてあったタツって何？タツ書いてたっけ、おパパ。ヨッピーさん、お風呂ありがとう。スルメさん、MM さん、明けおめありがとうございます。いやー、コメントいっぱい来てる。マサさん、ヨッピーさんありがとう。白夜さん、スルメさん、明けおめありがとうございます。ユキさん、明けおめありがとう。ベクポワさん、ありがとう。きなこしさん、100キラありがとうございます。メンバーですか。あ、メンバーね、お正月にね、会えそうなのよね、一回。そうなの、みんなじゃないんだけど、嬉しい。ボーダーさん、ペガサスさん、明けおめありがとう。昨夜は今年初同宅、宝珠大サービスでした。あれ、そうだっけ。ありがとうね、昨日。そうかそうか。滝山メイツさん、リラックマありがとう。じいさん、元旦に届いた、よかったよかった。そうなのよ、あのファンクラブの方も25には出してたのかな、届いてた。獅子丸さん、ボーダーさん、ギフトありがとう。高星ハートさん、えのさんさんありがとう。ギャオピョンさん、あきおめありがとう。チャキペイさん、野良犬さん、ギフトありがとう。ええじゃん、ポップマスターさん、家族でしゃぶしゃぶ
私も行きたい。ようちゃんありがとうございます。ヘアピン買おうと思ってるって言ってたよね。あ、そうなのよ。そうそう、なんかね、いろいろね、お店を回ったんだけどね、結局ね、あのたどり着いたのがさ、あのあそこエミフルとかにもあるとこに買ったのよ。いろんなところで買いました。ちょっとまだね、何個か買ってるのでまた披露したいと思います。カリタン結婚してありがとう。デメキンさん、タッキーさん、お疲れ様。スランプくんこんばんは、ありがとう。チャキブエさんいらっしゃい。メイツさん、リラックマありがとう。ギフトありがとうございます。ひろゆきさん、白熊さん、サクサクさんも明日から仕事ファイト。きなこ見せてあげようか。はい、みーちゃん、みーちゃんの顔はね、こうやってしたらね、見えそうだけど、ファイトー、ファイトでーす。丸、きなこ、もうこの丸の中に丸が入ってるね、きなこ。え、めっちゃ無視なんだけど、きなこめっちゃ無視。サクサクさん、あ、いたか、ムーンさんありがとう。サカピーさんいらっしゃい。え、おみくじにね、もう本当に命かかってるぐらいはね、もう緊張するわけ。引いてくるね、明日。グッチ、高橋ハートさん、白熊さん、ありがとうございます。ギフト、白熊さんかわいい、ありがとう。ユージさん、カウント、ありがとうございます。今回の家族麻雀の成績は4人で、今回はね、あ、2回このお正月打ててて、あ、まあ、2回というか2日間で4回打ってる。私は割と良きだよ、良きだけど、ずっと1着じゃないけど、ね、2着1着1着2着だった、この2日間で。でもね、なんと画伯がその最後の一着を取って帰って、もう画伯が場を支配してた、最後。画伯の上がりが効きまして、負けました、最後。おばあちゃんもね、最近めちゃくちゃそのネットとか携帯でめちゃくちゃやってるんだって、麻雀をね。だからすごくて、本当にもう、なんか本当にみんな静かに打ってるから、どんだけガチなんていう感じ。こしさん、あきおめありがとう。ムーンさん、ドナルドさん、ひでゆきさん、え、めっちゃいただいちゃうなこれ。赤いたぬきさん、結婚してありがとうございます。iPad さん、はじめまして、ありがとうございます。 iPad さん、ローマ字のよさ似合う、ありがとう。猫ぷ、ギフトありがとう。もこもこパジャマ似合いますか、よしさん、ほんと。くまたかさん、うらしゃん、ありがとう。借りたお風呂ありがとう。え、野良猫のオス猫がきなこを狙ってる、え、そんなことある。いや、なんかさっきめっちゃにゃんこ、にゃーにゃー言ってたんだけど、なんだろう、ほんとに。なんでしょうか。かさ文化さん、ありがとうございます。かさ文化さん。とろけるさん、あきおめ、ありがとう。スナフキンさん、検索さん。ありけんさん、ありがとう。こばっちさん、さとしさん、ワンガンさん、ありがとう。人生ゲームいいな。
わあ、めっちゃやってた人生ゲーム。私も俺やっと音ももしかしてごめん。グレンフィリップスさんいらっしゃい。仙人さんありがとう。ひでますさんありがとう。リスナーを騙す。美味しいよ。これはね、これはあの雑貨屋さんで買いました。なんかね、その前もね、その雑貨屋さんで、あのハンプティダンピダンプティってとこよ、ハンプティダンプティってとこで買ったよ。これどこで買えるんだろうね。どうだろうか。大文字のテストさん、明けおめありがとう。バタコさんいらっしゃい。日本酒風のリアクション。あー、そうすればよかったね。日本酒風のリアクション撮ってから音も紹介したらよかったね。ほんとだよ。あずき茶ってどんな味？いや、なんかね、もうね、ちょっとこの2日間ぐらいね、鼻が詰まってて味がわからんくてさ、教えてほしいよ逆に。これ買ったら、買って飲んだら教えてくださいみんな、このあずき茶の味。カニさん、あきらさんありがとう。卵豆腐さんありがとう。あきおめ、むらちんありがとうございます。ありがとう。あのココアかな。宮崎のおじちゃん、ハイティさん、マコリンさん、あきおめありがとう。しんちゃんさん、本当ヘアピンです。今日なんかここがおかしいね。まあいっか。宮崎のおじちゃん、あきおめありがとう。ハラメ太郎ありがとう。ギフト、ひらがな斉藤さん、あきおめです。あ、そっか、昨日来れてない人は私とお会いするのは今年初か。マヨネーズとケチャップ、ケチャップさん、カタカナのカズさんありがとう。お酌しに行こうか。しに来てくれるんですか。あれ、アマゾンでも楽天でも売ってた。あ、そんと、じゃあネットで買えるね。全然。はるかさんありがとう。ローマ字のよしさん、尊い、ありがとうございます。ありがとうね。歌もね、今日はでもちょっと挑戦して歌ってみようかな。ちょっとあんまりこう激しくない曲を最後に歌おうかしら。今日は髪の毛染めるなら何色、ピンクなど冒険しないのって。いや、私ね、ずっとピンクだったんよ、犬猫さん。めっちゃドピンクだった時もあるし、基本ピンクが好きだからね、ピンクにしてたんだけど、それが飽きて、この今のこの色ぐらいになって、3ヶ月ぐらいになったかな。そうなんよ。それまでずっとピンクやったんですけど、ちょっとまたね、ピンクに戻りたい欲が出て、次美容室行ったらピンクになってるかも。おひつりさんありがとう。初見の方が見たら主語かと思う。え、確かに。え、違うよ、違うって書いとこっか、このテロップに。これはお酒ではありませんって。乾杯。あ、大住さんありがとうございます。ズーミックさん、お正月も3日間ですねって。そう、もう三が日終わりそうですね。そうなんですよ。ヨッシーさん、即答店さんありがとう。太鼓の悪魔くれてありがとうございます。 M 大魔女のマサさん、明けおめありがとう。ストリートくんありがとう、ギフト。ムーンさんもいただいてる。あれ、明日もほぼみんな仕事始めなんですか。もしやのもしや、
早くない？そうなの？あ、でもそうか。お祈りしときますね。みんなの交通安全と、寝坊しないようにお祈りしときます。じゃあ、あきらさん、村上さん、ありがとう。ローマ字のユッキーさん、ファイト。明日から仕事だって。フーガンネートさん、サイリウム、ダーシャハンさん、おひつりさん、ギフトありがとう。工場さん、いらっしゃい。ボーダーさん、今日から夜勤ってことはもう働いてる？スパイファミリー、笑うところも多かったし感動もするんだ。わあ、めっちゃ見たい。今多いかな、お正月だから。多かった、まめちゃん。にゃにゃにゃお、にゃおウインドさん、ありがとうございます。あんあつさん、おひつりさん、ワンダーさん、ギフトありがとう。よこぽんさん、いらっしゃい。今日実家から帰ってきて年賀状回収しました。たつひなほかわよ、ありがとう。そしておもろいやろ。サカピーさん、ローマ字のマサさん、ギフトありがとう。サカピーさん、あきおめありがとうございます。あきおめ。ひろたんさん、ありがとう。いや、今日横画面じゃないよ、キラさん。縦画面にしました。時計も見やすいし。横の方がいい？それとも。はちみつさん、いらっしゃい。はいはいさん、経営社員さん、ありがとう。ひろしさん、孫悟空さん、ありがとう。お、孫悟空さん、カリタン、ギフトありがとうございます。ありがとう。ドナルドさん、フロありがとう。ありがとうございます。街でゆっくりできております。本当に黒豆って炊飯器で作れるんだ。おえー、あの甘いやつですか。ヤイバさん、ヤイバさん、はじめまして、ありがとうございます。ん、ワカさんかな。フォングさん、ありがとう。画伯の新作、あ、じゃあ見せましょうか。これ私さっき見ちゃったけどさ、本当に難題だよ、今回の。今年の画伯も、今年の画伯もキレがすごいよ。ちょっと待って。ちなみにこれなんやったっけな。これなんやったっけ。あー、オッケーオッケー。ちょっと最初のね、正解聞いとかのわからんもん。え、きなこ、よいしょ。はい、ですね、こちら、じゃじゃん。あ、ちょっと見えにくいか、ちょっと待ってね。そしたらこうして、こう、あ、見える、こっちの方が見えやすいか。あ、これこうしたら見えやすい。これ新年のお絵描き、画伯が描きました。なんでしょう。キレッキレだよ。あ、ちなみになんかね、これもあるよ。これなんかさ、ここにこれがあるとしたら、ここにこれがついてて、これ何？
サボテン、うなぎ鬼獅子舞なんだろうけど認めたくない。いやこれがね獅子舞じゃないよいやね鬼っぽいよね。亀の手、門松、龍じゃのう、インパクト大。え、そうなのよドラゴンボールの竜ね、確かにね、7つ集めたやつね。え、じゃあこの正解、これの正解はみんなすごい、タツは正解です。私これも分かんなかった。もうなんかもう鬼だしね、ここにも耳あるし、でなんか髪生えてないけどめっちゃ頭みたいじゃんこれ、でなんかハマジみたいな口だし、全然分かんなかった。これは何でしょう、これはもう連想ゲーム、確かにねもうね今年ときたらタツだもんね。これ、あ、これ誰、門松はい、ポテト、これ、あれ、これ門松でしたっけ。門松っていうやつよね、なんか竹の こんなんよって画伯が言ってたんで、多分門松です二人とも門松分かってないけどはい、これだと思います。え、両方正解した、おめでとう。なんかね、いろいろここには書いて、あ、うわー、なんか呪いのノートなんだけど、これなんかいろいろ見つけちゃった、怖い、なんかいっぱい書いてるなんかいっぱいいろいろ書いてるんだけど、なにこれ、すごい、何 GO ってえ、いっぱいあったけど、こんな感じで新年の画伯賞でした。これはちなみに私もわからん、これ何書いてるのか。杖持ってなんか頭に帽子かぶって杖持ってるおじいさんみたいな、何だろう、何これ。ほんでなんか豚っぽい子がいる、何だろうねこれ、恐ろしい。何だろう、ジャムおじさん、あ、ジャムおじさんなのかな、ジャムおじさんちょっと正解が分からんくてさ、あっちに行かないとわからないのよ、聞いてこないと。へえ、JO って何なのよね、本当にね。ローマ字の S さん、フル、ありがとうございます。配信がない日は本当に寂しい。ありがとうね、そう言ってくれて。私もすごいそわそわしちゃうわ、あの配信のない日は。あの、お休みね。もらったりしたこともありますが、小太郎さんギフトありがとう、ポポタソさん、ピョコニンさんありがとう。おばあさまはね、ロンロンではないのですよ。おじいちゃんが一番歴長いけどね、麻雀は。
もうずっとやってるからさ、私もおじいちゃんがきっかけで始めたので、祖父歴としてはおじいちゃんが一番長いです。コンドルさん、リュウ、ギフトありがとう。武田家の麻雀中継する？いいね。中継しよっか。ぐっちさんありがとう。こたろうさんフルありがとうございます。今日のあ、お供？お供紹介しちゃったけど、今日のお供はあずき茶、あずき茶飲むです。もうないよ、しかも。ごめん、こたろうさん、ちょっとしかない。香ばしい食レポみきゃん。エミフルの雑貨屋さん、あのハンプティダンプティはそうだね、エミフル以外に多分ないと思う。今の人生ゲームってどんなシナリオ、え、変わってるのかな今って。だから私ね、最近やりたいやつがあるんですよ。なんだっけ、マダミス、マダミスっていうの知ってる？みんなのね、人狼ゲームみたいに犯人を探すゲームなんだけど、それ何人かでできる、一人じゃできないんだけど、二人からできるのかな、いや四人ぐらいいるのかな。マダミスでね、一人一人にこう役割があって、で犯人は犯人ってことを隠しながら生きていかなきゃいけないんだけど、で最終的に犯人を追放するっていう、まあ、人狼ゲームみたいな感じだけど、めっちゃ やりたいの、まだミス。みんなやったことある？底辺さんいらっしゃい、ありがとう。え、ローマジェネレーションロンロンいっぱいした、お正月。本当？また増作お願いします。今日もできたらいいんだけどな。竹蔵さん、梶山さんありがとう。あずき茶買ってみて、ゆっきーさん。あ、ポンの道始まるね。ポンの道見たい、めっちゃ。え、猫ポすごいじゃん、プラス300、すごいじゃん。センパパさん、赤花さんありがとう。トラガンバさんありがとう。竹蔵さん、ノアさんギフトありがとう。ヤワサハさんいらっしゃい。今の髪色はね、どうだろう、ミルクティーブラウンみたいになってるよね、色的に。ちょっとオレンジっぽいのかな、今。オレンジっぽさもある。あ、ヨコポンさん、リンシャン解放聞いてくれた？あれ、今日だっけ、放送。そっか。沖縄ね、行きたいんですよ、めちゃくちゃ。沖縄ね、みんなと行けたらいいんだけどね、ライブとかやってね。そのリアクション5回産んでる？だね、コロボ。そうなのよ、大変だけど。大変だよ。おやすみ、コロボ。飲み方が熱燗の飲み方だった。底辺さん、秋読み、ありがとう。クラシャノブさん、おてもちゃん、ありがとう。寝坊が一番心配？寝坊一番心配か。いや、そうだよね。何連休かさ、あった方は、もう、次の日起きるの辛くない？朝早いのってね。お祈りしとくね。朝起こしてあげたいけど。寝てる。私寝てる。あ、でも明日はちょっと早起きかもだけど、朝なんか投稿しよっか、おはようって。ひなおちゃんの寝坊しないようにのお祈り聞きますように。本当だよね。
新年早々遅刻は嫌だよね。てへんさんフル、ありがとう。深夜さん、ひなっぷさんって主語なんですかってとうとう誤解を生んでしもうた。私はあの逆です。セントちゃんありがとう。ボーダーさん、おお、お仕事してるのか、お疲れ様。あれ、コウタロウさん元旦に見に行ったら逆に少なかった。あ、なるほど、元旦はね、確かに。のんりさん、オーナーさんありがとう。お、まめちゃんエミフル行ってきたの。今めっちゃ多いでしょう、エミフル。さとぴさんありがとう。キムレットさんありがとうございます。はいはいさん、こんばんは、ありがとう、ありがとうございます。あら、あおちゃん、まことさん、これ読めてなかったよね。マフラークマ、ありがとうございます。大文字のテストさん、あけおめ、ありがとう。あ、あおちゃん、あのココア、ありがとうございます。これしかないけど、ありがとう。ジャンさん、ありがとう、ギフトありがとうね。阪神優勝さんもありがとうです。何、どこまで行ったこれ。あ、やった。あ、門松の話ね。はい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 、ここね。呪いで体だけ竜にされたおじさん、え、それめっちゃ的確。さとしさん、私もそんな感じに思ってた。え、なんか怒ってる、ガークが。鬼殺隊、そうだね、なんか鬼っぽいよね。鬼殺隊に退治されそうだよね。夢に出てきそう。睡眠行さん、キラ星ありがとう。そうなのよ、門松らしいわ。怒った時の TKD さん、怒られるよ、キラさん。しんちゃんさん、小峠さん、小峠さん。リルルさんいらっしゃい。歯も多い、そのことよ、歯が多いのよ、めっちゃ。タイの寺院の守り神ってこんなんなん、トゲ。門松、門松すごいな、正解率。門松の正解率がすごい。ジャンさんありがとう、ギフト。ちょっと理解できるようになってるじゃん、みんな。すごいんだけど、ちょっと私置いていかないでよ。ヤモリさんいらっしゃい、ありがとう。ジャンさんフルありがとうございます、ありがとう。お、大工さんも分かるようになっとる。ジョジョ？ジョジョ、あ、JO ね。まさかのジョジョ見てるのかな。うわ、キマコランダルさんが うまいですねって言ってくれた。ファントムさんいらっしゃい。大文字のテストさん、あけおめ、ありがとう、あけおめ。ここここここ怖い。シンシンさん、ヌーピーさんありがとう。夢に出そうだね。いや、そう、でもね、あの思ったんだけど、すごい、あの今まで描いた画伯の絵さ、思い出せるんだよね、パンチが強すぎて。それがさ、すごくない？
なんか普通にこう可愛く描いた絵だったらさ、どんなんだっけって忘れちゃうこともさ、ちょっとインパクトが強いからさ、めっちゃ覚えてるの、画伯の絵を。そういうこと？それが狙い？む、シロさんありがとう。あおちゃんさん、これは我が家には画伯がおられまして、その画伯に描いてもらった絵です。あっち？あ、そういうこと？あ、うん？本当に？え、これジャムおじさんとチーズってこと？絶対違うと思う。だってジャムおじさんがさ、こっちだとしたらさ、チーズのさ、鼻の穴めっちゃ大きいよ、これ。これはどう考えても豚じゃない？さすがに。何なんだろう、めっちゃ気になるんだけど、聞いてこようかな。里優さん、明けましておめでとうございます。アントワヌさん、100ありがとう、キラ100。首とゴジラ、え、首ってホラー映画ですか？アントワヌさん、配信がないと熟睡した気がしない？本当？それ休んだらやばいね、私。高徳さん、ありがとうございます。ジャン氏のおじいちゃんで JO？ かっこよすぎでしょ、それ書き方。ふみひこさん、月の人さん、いらっしゃい。ドナルドさん、ありがとう。マシャマシャさん、ありがとう、ギフト、キラキラ。ウッシーさん、いらっしゃい。そう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 、ジャンさん演技しながら人狼ゲームするのよ、そのマダミスってやつを。なんかね、自分 もう名前とかも決められててね、その自分の役割も決まってるのよ。あ、まあそれも人狼ゲームと一緒だけど、なんか言っちゃいかんこととかそういうのも決まってる。ターコイズちゃん、ありがとう。ナマコ食べれるって。ナマコね、食べたことない気がする。どんな味するの？ひろしさん、ありがとう。あ、マスさん、お仕事？今日からだったんだ。フルありがとう。よしんこよしんこ。ファイトー。シルファさん、お正月ギフトありがとう。ギュウさん、いらっしゃい。あれ、今年初マージャン私とだったの？めっちゃ勝ってなかった？ブラッチ。いいな。おめでとう。掃除のしすぎで手がガサガサです。なんと偉すぎ。五右衛門さん、ギフトありがとう。大工さん、フルありがとう。時間があればいつもの今日見れましたよ。大工さん、ありがとう。本当だ、もうこんな時間じゃん。告知は来月、2月の17、18に愛媛県でイベントがあります。ビッグショー、一人のビッグショーと、あと新年会、これはファンクラブ限定なんですけど行いますので、ぜひお待ちしてます。これまだね、一般チケットとかが発売されてないのかな。うん、あ、ファンクラブの方も は発売しないか。そうなのよ。で、3月は生誕祭がありますので、3月3日と3月9日、3日が愛媛で、9日が東京でやる予定なので、ぜひ会いに来てください。お待ちしてます。みんなひなほ始めしてくれ。ぜひ。大友さん、ありがとう。あ、
明日のおはよう配信、配信じゃあ明日はね、配信はちょびむずいかもだけど、おはよう投稿はしようかな。おはよう言うて。キマコランドルさん、明けおめありがとう。やっくん、バンクーバーさん、ギフトありがとうございます。おはようの投稿時間仕込んでって、あ、なんか公式マークつけたらできるんだっけ、それ投稿時間変えれるやつ。バンクーバーさん、ギフトありがとう。え、いいな、ムラチン大吉引いたの、一足先に。いいな、いいな、もう私も引くで。やっくん、フローありがとう。お雑煮の味は醤油か塩か味噌。今回なんかお吸い物だったんだけど、それどれになる、スイカさん、バンクーバーさん、フルありがとうございます。今からご飯食べるの、夜ご飯。ローマ字のマコさん、カズアットマークさん、いらっしゃい。あ、マコさん明けおめありがとう。 JJ さん、いらっしゃい、ありがとう。おにぎりさん、ありがとうございます。 JJ さん、ハートありがとう。今回の画伯分かりやすかった。え、そうそれはさ、みんなが成長してるんじゃないか、その画伯の絵に対しての考察力が上がっているのでは。あ、間違いなく画伯の画力がアップしてる。あ、そういうこと、そういうことなのかな。画伯は画伯だからね。所さんに見てもらう画伯の絵を。ようちゃん、フルありがとうございます。ガチで画伯の絵の LINE スタンプ、え、 LINE スタンプみんなあったら使いますか、画伯の。ほんとそれ話してたんだよね。あ、だから作ってその身内で使おうみたいになってて、あれなったんだっけ。ハラポニョちゃん、かわいい、ありがとうございます。かわいい、めっちゃいただいてる、ありがとう。岩太郎さん、こんばんは。ね、ちょっともやっとするから聞いてこようかね、正解を後で。え、ヨコポンさんって47都道府県全部訪れたの？あ、最後に沖縄に行ったんだ。サーキそばね、サーキそば食べたことあるじゃん。すごいな、全部行ったんだね。岩太郎さん、ギフトありがとう、キラキラありがとうね。龍の顔がおじさんだからワンちゃん鼻の穴がでかいチーズ。本当に？腹めたらフルありがとうございます。画伯の絵めっちゃ笑って元気出た。画伯に恋してもうすぐ1年になる。あれ、画伯の画伯に恋してる人いるんだけど。え、気まずそうなの。動物の鼻全部それになってそう。ああ、それならありえるかもね。なんか見つけたよ、またなんか見つけた、また。でもこれいっぱいね載せるとあれやから、もうようわけわからんくなるけど、なんか見つけちゃったから見せよう。なんか見つけちゃった、これ。うわー、なんかいっぱい丸書いてる。これ何？これ何？これ何？ノリノス
きさん、たっちゃんさん、ありがとうございます。 AKA さん、大文字のやすさん、ひろさまさん、ありがとう。のりたま、告知ありがとうございます。お、のんさん、今年初訪問か。明けましておめでとう、おめでとう、よろしくね。今年も白白パンダさん、ギフトありがとう。きなこと料理してる私、いや絶対違うと思う。ロマジナシさん、あれは私じゃないはず。ベジータさん、いらっしゃい。ワンダーさんもギフトありがとう。あら、ありがとう、たくさん。ブインズさん、はじめまして、ありがとうございます。おさむさん、あきおめ、ありがとう。おはぎさん、いらっしゃい。初詣まだなのよ、おちゃん。もうちょっとで行けそう。ちょっと行ったらつぶやきます。画伯クイズの答え聞かないと寝れません。あ、いやー違うと思う。チョコレート工場じゃないと思うんだけど、ちょっと聞いてくるわ。じゃあこれ読み切ったら。後ろが障子だと正月感増す。え、そうよね。この後ろめちゃお正月みたいじゃない？良きか。エピチさん、ありがとう、ギフト。タイムベースインザスカイさん、こんばんは。 LINE スタンプ欲しい。本当に？本当に言うてる？画伯の絵をオークションに出したら買います。リキさん、明けおめありがとう。これこそが獅子舞。あ、確かにね。これは確かに獅子舞っぽいか、ちょっと。でもなんか顔が泥棒みたいなんだよな。あら、え、今日だよ。ありがとうね、おみくじ。ちょっと誰だろう。あ、ようちゃん、今日だよ。おめでとう。今日はいい、あの、逆にいいんだよ、今日は。すごいね、ありがとうね、おみくじ。りきさん、花束ありがとうです。5歩超えた。まことさん、ありがとう、ギフト。ひろぽ、ひろぽさん、いらっしゃい。たいしくん、ありがとう。ルーブル美術館に、え、みんなよく言いすぎよ。のうさん、ありがとうね、ギフト。あれ、過ぎてるのか、もう早いな。野菜さん、いらっしゃい、ありがとう。のうさん、いらっしゃい、ありがとう。ひめみきゃんさん、あきおめ、ありがとうございます。ワンチーロン、フレアさん、スモン、風と海とさん、いらっしゃい。はやし、はしやんさん、はしやさんだ、ありがとう。はしやんさん、あきおめです。ポテチさん、ありがとう。お、さとしさん、泥棒だと思ってたね。ちょっと泥棒っぽいよね。あ、日ハムファンさんかな、ありがとうございます。よし、じゃあちょっと過ぎたので。え、じゃあこれ一応聞きに行ってみようかな、この JO ってやつをね。せっかくだからこれだよね。よいしょ、これね。はい、たたた、ならちょっときなこ移しとくね。きなこは
しょ。ただいま。みんなすごい。みんなすごい。ジャムおじさんとチーズだって。正解してるみんな。え、まさかそうだとは思わなかった。え、すごい。嘘でしょ。え、でもこれもさ、え、みんな正直さ、一か八かで言ったよね。全然確信とか持ってないよね、これに。え、すごくないみんな。 JO って書いてたからってこと。すごすぎるんだけど。ちょっと画伯は奥深いわ。チーズはかん。自信あったのおまま。AKA さん、あきおめありがとう。なんでみんながそれな、みんながわかることが面白いわ。ポテチさん、ヤマピーが驚愕してる。え、すごこれ知らないうちにさ、この画伯の絵が増えてってるのも面白いし恐ろしいよね。増えてってるのよ、この私のスケッチブックに。ちょっとまた増えたら紹介したいと思います。ではランキング読みしていくか。はーい。13位、お、ひでゆきさん、ありがとうございます。三が日最後。12位、しろくまさん、ありがとう、誕生嬉しい、ありがとう。11位、お、りゅうだ、ありがとう、りゅう、誕生ありがとうございます、嬉しい。10位、大文字のテストさん、ありがとう、テストさん、誕生ありがとうございます。9位、ローマ字のよしさん、お、ありがとう、よしさん、めっちゃいただきありがとう。8位、ブラーチー、ありがとう、ブラーチー、たくさんありがとうございます。今日もラッキーセブン、ワンダーさん、7位、ありがとう、明日はいい日になるぞい、ありがとう。6位、あおちゃん、ありがとう、あおちゃん、たくさんいただきありがとうございます。今日もめっちゃいただいてる。5位、あ、はらぽにょちゃん、ありがとう、めっちゃいただいてる、たくさんありがとうございます。そして4位、おパパ、おパパ、ありがとう、おパパ、4位です、たくさんありがとう。そして今日の3位、第3位、まことさん、ありがとう、まことさんだ、めちゃいただいてありがとうございます、たくさん。そして2位、ようちゃん、ようちゃん、ありがとう、ありがとうございます、たくさん、たくさんありがとう。そして今日の第1位、あぼん、即答店さん、ありがとうございます。1位、ありがとう、わーい、ありがとうね。ということで、あら、4013盛り上げ、すごい、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう、たくさん。それではね、あの、今日はちょっと喉にちょっと激しめの曲じゃない何か一曲歌いたいと思います。久しぶりになっちゃったのでね。ではリクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。なんか、あ、これいけそうって思ったらそれにするね。ニュルニューニュルニューニュニュルニュニュルニュー、パチパチ、ありがとう、のんびり
りしたい姉さん、ありがとう。シャムさん、ありがとう。スイートメモリー、イノセントサーダ、夢先案内人ね。秋嫁の歌って何そんなのあるの？ゴッドノーズ。あ、え、平野綾さん、ご結婚？そうなんですか。テルーの歌、歩いていこういいね。そうだね、歩いていこういいね。なだ、そうそう、いつも何度でも。かまど炭治郎の歌いいね。かまど炭治郎の歌いいね。時の流れに、笹団子さん。アンパンマンのマーチ、風になる風になる、いいね。風になる、ニュ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 